設立しようということで、スタイカーは1名で、顧問として徳島大学から学生とかが、学生との共同、これは仕組み的なものなんですけど、ソーシャルエナジーさんとエナジーさんと提携することにより、地元女子の方は高校の学校の教授で柴田さん、いろんな。